赤大吉せよ赤マシマシマシはいよいしょです。さあ今回はたくめん .com さんよりめんやわっしょいさんということで、わっしょい、大阪環状線の寺田町駅で、この寺田町駅というところはですね、すごいんですよ。北側から出ると天王寺区で、南側から出ると安倍野区で、東側の道すぐのところがもう生野区という3区が交わるところの近くにある。準備をしないと、という駅の情報を、駅の情報ありがとうございます。大阪市の生野区のそうね、雑に野菜をぶち込んでいっておりますね。で、まあ、炒めるときはね、粗挽き胡椒が好きです。はい、いいよというわけではなくね、今回は味付けお塩とね、タイミーで、味付けをしておりますよというところでございますね。よいしょー、繰り返してね。で、シャキを目指してるんで、シャキでいきましょうね。さあ、そして麺に行きますが、麺はちょっとね、もみほぐしてからね、やっていくといい気がするということで、さっきからすごいなんか、主観で、ちょっと雑多な感じには見えますが、これはちょっとね、慣れていくと思います。あー、そしてスープは湯煎しておりましたが、このようにね、透き通った濃い黒いね、深黒ということですね。そして麺揚げね、ちょっといってみましょう。ねえ、うまくなりましたね。麺揚げも湯切りも大体これでもう5店舗目かな。5店舗目入れていきまして、さあ盛り付けに入っていきますよ。結構量あるからな。あ、そうなんですよ。後ほどあの麺のグラム数なんかについても喋っていきましょう。さあ、そしてね、盛り付けてまいりますが、今回ね、重要なのはね、お野菜の、後なんですよね。後なんですよ。ひとまずこのね、豚ちゃんを入れていきますが、2種類入ってるんですよ。まずね、2種類入ってる。バラと、そう、あ、まあ、こっちも一応バラではあるけど、ブロックバラ、そうここです。背脂ちゃんちゃけを目指しているんで、ざるでね、グリグリグリっとやっていくが出ないということでね、ここで登場します。こちらのブンブン、あ、ブンブンチョッパーにね、油を入れちゃう。もう、そしてこれで切り刻むんですね。万能だね、これね。ニンニクとかもね、やっぱり、うん、そう、そしてこれ細かくしまして、背脂の粒子をね、上からかけて、すごい細かい、しまし油にします。あ、いい、いい化粧ですな。いい化粧。こちらでございます。男の根性黒醤油という商品でございます。全部マシマシということにしてますね。お店では実はあのブロックの方のチャーシュー入ってないんですね。たくめん限定の味わいということで、いいですね、そういうのね。獣臭の感じはあんましませんね。醤油の香りの方が強いよというブラックで特徴がある。そうね、ブラックでだけ言うとなんかちょっと違うのよ。黒いだけど、黒い醤油ね。さあ、スープめちゃくちゃいい匂いが。デフォでもね、ちょっとこうやって白い油が浮いて入ってるんですね。でですね、結構甘みを帯びた、あ、そうなんですか。黒醤油なんかしょっぱそうなイメージだったけど、しょっぱそうには見えますけども、はい。で、こちらがそのたくめん限定、チャーシュー、一口でいっちゃいますね。硬さがバランスいい三枚肉の良さ、これが非常にこう出てるという、プリッとした部分もあるけど硬さの部分もあるみたいなことですね。さあ、そして来ましたよ、薄切りバラ肉。こういった形が入ってる二郎系あんまり珍しいよね。そうですね。まあ、このお家で食べられるサイズとしては安心なね、食べやすい豚っていうことですね。さあ、そしてオリジナルの部分ですね、これね、ちゃっちゃけ油。これだからあの見本にもね、結構雪化粧かかってる油タイプなんで、なのでちょっと真似してみました。はい、再現はしてるっていう。そうあの生姜とかネギ入れてもらって、背後に、あの臭みを取ってますね。あ、そうなんだ、油ね。はい、で、麺ですが、なんとですね、多く見えるんですけど 200g なんですよ。あ、そうなんですか。でも太さの問題ですかね、それは。じゃあ、まあそうなのかな、まあ、女性には優しいですよ、200g。 生活感が見えすぎたな。はい、いっぱいありますね、奥にね。まあ、ストレート太麺なんで勢いよくすすると美味しいよというのは、言っておきたい。黒醤油をまとってね、やっぱりこの黒醤油だとこの細さが、まあ、ちょうどいいのかなという、はい。ニンニクはね、今回平凡ニンニクを入れてます。はい、平凡ニンニクですね、今回は。前半はね、黒醤油で甘みが楽しめるんで、後半から真の男を目指すというニンニクでね、ニンニクの力で真の男を目指してください。男の根性を出してくださいね。女性にもね、いい。あ、女性にも、そうって前半だから女性かもしれないけども、後半は男性なんです。そう、男性です。はい、あの、ちなみにですね、10店舗の方でもテイクアウト始まってまして、ああ、なるほど。そっちだと生ニンニクついてくるらしいので、ぜひお近くの方はあ、なるほど、寄ってください。大阪の
情報ですけど、まあまあ全国的に、まあ、はい、で若手の赤星返しはですね、序盤はあの絡めコールしてないんで、はい、あだ、じゃあ全部マシマシじゃないか。いや、全部マシマシ。そこの細かいところは、細かいところはそんな突っ込まないです、はい、そうですか、あの最初に入れちゃうとね、この甘みを感じなくなっちゃうと、ちょっと気にして入れませんでした。まあまあ、まあ、デフォで食べたいから最初から。そうですね、ファイナルバラに行ってますね、うん、野菜をこう巻いてね、最後に食べていただくのがちょっとおすすめということでございまして、ごっつんつんした。はいはい、聞き慣れない、はい、ごちそうさま、言っちゃいました。やっとこの状態でマシマシで言ってありますが、レベルは 80.2 ということで、はい、セルフ油をしたんで、ちょっと油量の数字が高まってますけども、あ、はい、麺屋ワッショイさんでしたけども、はい、はい、あのちょっとすごい関東人側からのベタな話していい？あ、はい、あの近くに天王寺動物園って楽しいんかな、行きたかったんだけど、通天閣の近くにあるの。あ、まあ、そう、なんかね、街とか、そう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 、だから初めてあの辺行くと通天閣行っちゃうわけよ、やっぱり。あ、まあまあ、そう行くわね。じゃ行っちゃった派なの、やっぱり。アベノハルカスとかもね、あるんで、帰りに寄ってくださいよ。雑だな、帰りに。いやいや、いや、でもね、遠く離れた地のおすすめをするにしては、いいところまで言えたはずよ。まあ、そう、あ、まあ、まあ、大阪、まあ、そうか、知らないか。そうなのよ。何の話をしてるの、俺ら。結構長い尺を使って、いや、大阪の話をね、尺使って、使わないだろ。いや、あの最後まで聞く人は聞いていただきたいということで、本当に、はい、ございました、はい、ということで、麺屋ワッショイさんでございました。はい、10店舗にも行きたい、ごちそうさんです。Thank you.